国の放送局 CBS で2009年9月22日から2016年5月8日まで放送された法廷もの政治テレビドラマシリーズ。専業主婦から13年ぶりに弁護士へと復帰した女性アリシア・フロリックが主人公のリーガルドラマ。2009年から放送を開始し、放送開始当初から好調に視聴者数を獲得し、 早々にフルシーズンでの制作が決定、以後2016年まで全7シーズンにわたり22から23話のフルシーズンで放送されたヒットシリーズとなった。全156話。ショーランナーはロバート・キングとミシェル・キングの夫妻。主人公と女性関係をリークされた夫のキャラクター設定は2008年に起きた元ニューヨーク州知事のエリオット・スピッツァーの 売春疑惑事件を主に下敷きとしていると様々な政治家のスキャンダルから着想を得て、その妻を焦点に当てたシリーズを作った。夫であるビル・クリントン元アメリカ、合衆国大統領の不倫スキャンダルに見舞われ、弁護士資格も持つヒラリー・クリントンも主人公のモデルの一人とされている。夫妻は、今作の脚本で、全米脚本格見合賞を受賞する等の評価を得ている。 また、映画監督、制作者としても著名なリドリー・スコットとトニー・スコットの兄弟が制作葬式として名を連ね、兄弟の制作会社であるスコット・フリー・プロダクションズが参加している。なお、弟のトニーは放送期間中に死去したため、関わったのはシーズン3までとなっている。舞台はシカゴとなるが、撮影はニューヨークで行われている。 プライムタイムエミー賞では、ドラマシリーズ部門作品賞の候補に2度上がっている。また俳優では、主演女優賞に、ジュリアナ・マルグリーズが2度、カリンダ・シャルマ役のアーチー・パンジャビが、シーズン1で、女演女優賞を受賞している。また、マルグリーズは、ゴールデングローブ賞でもテレビ部門のドラマシリーズ、主演女優賞を受賞している。日本では、シーズン1が、 NHKBS2 で2010年10月5日から、シーズン2が NHKBS プレミアムで2011年10月7日から、シーズン3が2012年10月4日、シーズン4が2014年4月3日から放送された。女性チャンネルララ TV でもシーズン1が2011年11月27日、シーズン2が2012年10月6日から放送された。 D-Life でも2017年5月22日より放送され、2019年10月からは日本初となるシーズン5の放送が始まったが、D-Life は2020年3月末で閉局された、ためシーズン6以降の放送は行われなかった。2016年から Amazon プライムビデオにてシーズン7までの全話が配信された。NHK で放送がなかったシーズン5以降は、 字幕版のみであったが、2017年に、ネットフリックスで配信が開始された際、シーズン5以降の吹き替え版が NHK と同じ、キャストにより制作され、順次追加された。UNEXT でも、ネットフリックスと同様に、シーズン7までの字幕版、吹き替え版を配信中。日本版 DVD のタイトルは、Good イ i f e 彼女の氷結。 2011年から2014年にかけて NHK で放送されたシーズン4までが発売され以降のシーズンの発売が止まっていたが2019年に残りの3シーズンが発売されたイリノイ州の集賢寺が夫でありその夫との間に二人の子を持つ母親でもあるアリシア・フロリックは夫のピーター・フロリックがセックススキャンダルを発端とする収賄容疑により 失脚し、就権時を辞職、さらに刑務所に収監されたことを機に、二人の子を養う、ために13年ぶりに弁護士へ復帰する。アリシアは、シカゴでも、大手となる弁護士事務所、ロックハートガードナー弁護士事務所に、入所、事務所の代表パートナーの一人は、大学時代の同窓生であるウィルガードナーで、もう一人は、フェミニストの民主党員として、 有名なダイアン・ロックハートである。アリシアと同期で雇われたのは、ハーバード大学法科大学院卒の新人弁護士、ケイリー・アゴス。アリシアとケイリーはあくまで仮採用であり、優秀な方をアソシエート弁護士として、正式に雇うこととなっているため、ケイリーと一席しかない正式採用の枠を争うことになる。アリシアは優秀な調査スタッフのカリンダ・シャルマの協力。 党を受け、様々な訴訟を経験し、弁護士として成長していく。一方で、夫、ピーターの控訴審が始まり、裁判で無罪を勝ち取り集権時として復帰するという、野望を持つピーターと対立する、現職集権時のチャイルズの争いに、アリシアと家族も巻き込まれていく。スピンオフでのマリッサ・ゴールドの父親本作が、完結した1年後の2017年に、 ダイアン・ロック・ハートを主人公としたスピンオフドラマグッド・ファイトがインターネット用の配信ドラマとして制作され2020年現在シーズン4まで継続している2016年の韓国を筆頭に複数の国でローカライズされたリメイク版が制作されているありがとうございます